はい、斜里町のウトロ漁港に来ています。2年前、観光船カズワンはこの港を出港し、大勢の方が犠牲になりました。今日は天候の影響で欠航となりましたが、別の会社の観光船が並んでいます。桂田容疑者の逮捕を受けて、町の人にお話を伺うと、逮捕されて当然だ、多くの人が亡くなった責任を負うべきだ、むしろ、 遅かったとする厳しい声がある一方で事故から2年が経ちもうそっとしておいてほしいと話す方もいらっしゃいました観光客の方も多いように見えたんですがお店の方に伺うと来るお客さんの数も事故以降減ってしまったと嘆く声も聞かれました町の喧嘩台にはたくさんの花がそらえられていました 今も月明日には必ず花を備えに来る地元の方もいると言います桂田容疑者が逮捕されても事故による傷跡は町に残っていることを改めて感じました現場からは以上ですはい、えー。逮捕された桂田容疑者この小さな町にも大きな傷を負わせてしまったということですよねまあその責任がこれから問われることになります